そんじゃ今回から乗り物を作りながらやっていくぞ。ボート初級編。まず最初は、ロードからプリセットのボートを呼び出してみよう。ゲーム内のチュートリアルで使うスターターボートや、本構造のサンプルが用意されている。スタボー。アドバンスドではジェットやエンジンセットのサンプルがあるから、それで基本を研究してもいいな。今回はスモールボート春、小型艇船体を呼び出してみよう。大きなオブジェクトを呼び出すときはスポーンエリアの大きさに注意。ワークベンチによってはクラフト可能範囲が小さいから、大きすぎると読み込めないときがある。狭い拠点では気をつけよう。で、ボートに必要なパーツだが、操縦席、エンジン、舵、スクリュー、そして船体だ。操縦席は基礎編で使ったスロットルレバーとスイッチを座席に複数取り付けたようなものだ。操縦席の緑信号は WASD と矢印キーに割り振られている。赤の信号は1から6キー。ボートなら前進後退を WS、 舵の左右は AS の緑信号でつなげるのがオーソドックスだな。矢印キーも使えるから、操作に合わせて信号を選ぼう。操縦席からの信号は右と上がプラス、左と下がマイナスを出力する。クラフト画面のディレクションアローと照らし合わせて、間違えないようにしよう。間違えても逆にするだけだがな。信号を反転させるか、舵を UI を聞いて反転させて再設置するといい。で、エンジンは前回と同じ感じで単純に結ぶだけ。次に船体。中身は空洞。密閉された箱が一番浮力を発揮できる。当然だけど、穴が開いてたら浸水して沈む。あと大事なパーツ。はしご。操縦席にたどり着けないと意味がないからな。そこ危ない。おっと。ここだとスクリューでミンチになるな。プレイヤーダメージがオンになっていたら、回転しているスクリューに接触するとダメージになる。安全な側面にはしごをつけよう。できたら試しにスポーンさせる。ひとまずちゃんと浮いているな。密閉された船体の浮力を一応覚えておいて。今度は密閉されていない船体を試してみよう。船体をオープントップに。ドン。そしてスポーン。ダブーン。即沈没とまではいかないが、ギリギリ沈んでないレベル。もう一押しで沈みそう。横波や旋回時の傾きで浸水して、沈むのも時間の問題。まあ、このサイズだと軽いからまだ使おうと思えば使えるが、危険極まりない。で、オープントップにするには、カスタムドアのパーツを使うといい。ドアフレーム。キャリアーモードでも最初から使えるパーツだから、序盤からオープントップにできる。キャリアーモードでフレームだけ最初にアンロックされてるのはこのためか？知らん。ドアフレームは青色のマークがある。とんがった部分を内側にして、方向を統一して設置しよう。これでよし。よし。じゃ、スポーンさせてっと。ダブーン。さっきよりもちゃんと浮いているのがわかるべ。これを使えばバルクキャリアーも作れる。バラ積み貨物船。ただ、船が傾いたら浸水するから、浸水対策をしないと危ない。空間として認識されるだけで、密閉されているわけじゃない。水面より下に行けば、普通に水が流入する。浸水したら浮力が減って、水がバラすと、重りになってしまう。そして沈む。浸水しないように形状を工夫しよう。というわけで、浮かぶ船体とエンジンとスクリューと舵と操縦席があればボートになる。これでもできそうだな。やってみるか。船体とエンジンとスクリューと舵と操縦席だな。任せろ。仕上げに色を塗って、で行きましたー。船体にエンジンにスクリューに舵に操縦席だぞ。ああ、うん。俺が悪かった。ちょっと乗ってみ。俺が？操縦席は人間用だからな。ダメか。当たり前だ。次は船体の安定性についてだな。安定性を向上させることで、この失敗作も少しは使えるようになる。安定性を上げるには、船体設計で基本的なバランスを取るタイプと、舵などで制御するタイプがある。船体の形状による安定性は、本ブロックだけで実現できる。キャリアーモードなどでは序盤によく使う。制御系による安定性は回路とか使うから難易度は高いが、慣れると極めて高い安定性を実現できる。ただ、このゲームの回路は有能だから、ある程度は簡単に使えるだろう。ある程度とは？一番いいのは作った乗り物に合わせて最適化された制御回路。でも回路なら、よほど設計が狂った乗り物でもない限り安定させられる。じゃあ、この俺が作ったボートはそこまで狂ってないってことだな。俺が修正したからだぞ。ほん。次回はこの狂ったボートも安定させられる、安定化の方法などを紹介していこう。船体設計による安定性と制御による安定性。急に難しそうに聞こえるんだが。転覆回避の手段と方法。それでいい。内容は同じだがな。ともかく、最初は冒険しないでプリセットをカスタマイズすることをおすすめするぞ。プリセットのボートがベースでも、かっこいい船は作れるからな。船体作りの工程を省略しただけである。船体の延長などは基礎編で紹介したような感じで範囲選択ツールを利用すると楽だぞ。カットペーストコピーペースト。ってな感じで、ボートの基礎の基礎でした。とりあえず最初はプリセット。船体エンジンスクリュー舵操縦席。